打倒森本慎太郎を目指すある強力な助っ人を呼んでもらいました。えいっとー、皆さんこんにちは、さおやけるせさーしゃー。1から100までを大きく教えて慎太郎ボコボコにする。うおー、いけーいけー、よし、ね、公式めっちゃ上手い、勝てるぞ。あー右に行く、オッケーオッケーオッケー、覚醒してんじゃん、オッケー、勝ったんじゃん、ね、これあーこれ、コーチからガチじゃん。ガチ。いやー、ごきげんよう。さあ、始まりました放課後ゲーミングライブ。今回はコーチこと中村海人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回のゲームはですね、マリオカート8デラックスをやりたいと思います。まあ、マリオカートといえばね、うん、まあこのチャンネルで言ったら森本慎太郎が今言っちゃえば王者じゃないですか。そうですね、最強ですからね、まあ、だから今回2人だから、はい、もう特訓しようという企画でございます。お、なるほど。もうね、打倒森本慎太郎を目指す、うんうんうん、特に俺なんかゲーム初心者なわけじゃん。確かに全然確かにっていうのもあれだけどねゲームチャンネルに関しては俺の先輩だからあ、わかる、すごいです。なんだけど、はい、ゲームとかもうここら辺がちょっと操作がおぼつかないじゃない、うん、結局2人でやってもしょうがないんじゃないかなっていうことで、うん、確かに大人とたくさん話し合いをしました。そうなんですか。はい、わあ、ある強力な助っ人を呼んでもらいました。誰ですか。この方でございます。えいっとー、皆さんこんにちは、さおやけるせさーしゃー。すげー、よろしくお願いします。さわさんでございます。お願いします。もうだからね、冒頭から2人サングラスをかけさせていただいて多分視聴者は多分どうしたって思ってました。そうですよね。いやでもマリオカートに関してはもうプロですから。いやいやいや、やめてください。いやいや、でももうここは今回はもう澤さんに教えてもらって、はい、そうですね、ちょっともう1から100まで大きく教えて、もう慎太郎ボコボコにする。うわー、いいなー、心強いな。ちなみにですかね、この後慎太郎来ます。え、もうなんでそこの来る時間の間に猛特訓をしてもらえるっていう、ボコボコにしましょう。ちなみになんですけど、はい、僕たちが、まあ、特に僕なんですけど、はい、勝てる見込みってあるんですか。いやでもこれは、まあ、とりあえず1回ね走りを 見させていただいて、うん、ただとはいえ私教えることの方が自信あります。普段ね、あの暴言吐いたりぶち切れたりまあ僕のこと多分ご存じない視聴者さんも多分多いと思うんですけど、結構荒れてるんですよ僕。荒れてますよね。ただ教える時は非常に丁寧に優しく、よかった。やっぱり結果にね、コミツとして。うわー、いいわ、ありがたい。じゃあまずこれはどうすればいいですかね。じゃあまず、このタイムアタツクを、まあキャラクターどうしましょう。なんか皆さん普段使われてるキャラクターとかありますか。いや、本当に何にもないですよ。何もない、はい。まあそうしましたら、せっかくなんで、あのこの新キャラキノピーチで、カートはまあ最近はこのクマライドか、クマライド、このクマさんの青いクマさんみたいな、はい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 、これか、もしくはパタテンテと言われてるね。パタテンテ、パタテンテがこれね、このパタテンテ、個人的にはちょっとクマライドをおすすめしたいなと。じゃあクマライドで。タイヤもあのこのスカイローラ、スカイローラ、ちっちゃいやつ、はい、そうですね。これが一番ミニターボッチって言って、そのドリフトした後に加速する距離が長くなる、はい、一番もうガチ勢が使ってる、まあ、で紙飛行機で、紙飛行機なんだ、はい。で今回ちょっとやるコースがですね、はい、まあ、慎太郎と実はこの間あのプライベート会う機会がございまして、ほうほうほう、ちょっとスカウティングしてきたんですよ。おお、最近どうなのやってんのみたいな。すげえ、新コースをやってねえんだよなみたいな。おお、見て分かる通り新コースがたくさん追加されたんですよ。もともと48コースしかなかったに対してプラス48コース、すげえ、もう今までやってきた人の心を折るようなボリューム感でアップデートがなされて、うんうん、今回その中でも、はい、技術的に難しいと言われてるフルーツカップ、これのこの DK スノーボードクロスというコースを。むずそう。結構人気コースです、走っても楽しいけど難しい、今回このコースをちょっとねやっていきたいなと、はい、思います。じゃちょっとまず僕が走る前に お二方、はい、感覚でいいので、はい、一旦走っていただきましょう。でタイムを計測して、よし、わかりました。じゃあ時間削減のために同時でいこうか。同時でそう一応一回勝負みたいな感じ。そうですね。じゃああと一つ言っていい、はい、サングラス見づれ。いやもう外してください。え、外していいっすか。外して、もちろんもちろん、今日は勝ちに来てるね僕たち。眩しい、コーチ君は勝てるから任せ。これまず A です、あれだよね。もう終わってる、その時点で終わってる。さあどれぐらいのタイムですか。
さあ、スタートダッシュミスってます。あれ、誰ですか今ミスったの。私、中村くんですね。中村くんですね、はい、まあまあ、いいんじゃない。はいはいはい。さあ、ここまではまあ、ここからがまず第一関門。ここをどう走っていくか。あ、うまい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 。あ、おっと、ダメだこれ。中村くん、中村くんなんかす、え、こ、え、公式うまくないですか、めっちゃ。俺マジ喋んないですよね。普通にうまくないですか。すいません。え、でもあ結構いけるなこれ。やったー、慎太郎に勝てるぞ。さあ、コウシ君まもなく2周目ゴールですね、これもう。いや、いきますね。俺このコース得意かもしれない。いや、うまい、本当に。だってもう多分マジで20秒差ぐらいついてます。俺なんかこのゲームチャンネルでやった時に何のカードとか分かんなくて、はいはいはい、バイクとか選んでたんですよ。マジっすか。走りやすいですか、どうですか。これめっちゃめちゃ走りやすいっすね。マジっすか、よかった。だってこの兵法にもほぼ当たってなくないですか。兵法当たんないですね。そこでもね、そこ遅くなっちゃうからね、そこ走っ、そこ走っちゃいけないんですね。そうなんです、そうなんです。はぁ、了解しました。あの中村くん、あの静かに落ちるのやめてもらってください。さあ、ゴールフィニッシュ。2分35秒、素晴らしいタイム。さあ、一方で、中村くんが、コーチくんに戻すよ。これはもう、くん付けしないとダメですね、これ。じゃあ今ね、朝だからちょっと、はい、2分46秒、うん、じゃあちょっと一回次、私が走らせていただいて、これ見たい。はい、まず一回普通に走って、その後にポイントを説明していきます。はい、きます。うわ、生で見れるんだこれ。いきます、お願いします。はい、ということで第1レースは DK スノーボードクロス、レイゴーゴー。さあ、まずはここで、ここで、あ、ちょ、オッケー、まあ赤まで食べて、ここジャンピング入れないんですよ。あ、そうなんだ。ミニジャンプ入れて入った方が、まあ、あの諸説あるんですけど、早いみたいな。なんで飛行機速くない。で、こっからこう、え、やばい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 。で、こっからこうで、こうで、そこ乗らないんだ。キロコ使って、そう。ちょえ、あ、そこ速いんだ。え、そんなジャンプ速いの。こんな感じ。え、違う。どう、43秒。この速いわ。俺らに10秒差くらい。どう。いや、どう。いや、できてる。できてる。まあまあできてる。まあまあかな。まあまあだろ、これ。あのね、ちょっと下手だな。俺ちょっと下手、ごめん。いや、無理だ。皆さん、今日ここぐらいで上手くなるって大丈夫です。あ、ちょっとミスった。まあ2分10秒かな、遅いね。まあでもこんなもんすかね。遅いのこんなもん。いや、すごっ。こんぐらい今日皆さん走りになります。え、あ、ちょっと待ってください。ポイントが多すぎたな、なんか。はい、まあ、これハーフパイプってあって、はい、壁ですね、はい、この左の壁の方にドリフトしながらここに吸い付いて最後こう乗るっていう。まずこの1個目の入射角をできるまで無限にやります。うわぁ、スパルタだ。ジャンピングアクション、ジャンピングワッシャー終わったらドリフトじゃないですか。はい。で、もう前を向いたと思ったら解除してすぐ左、次こっちにしながらこう飛んでいきたい。あー、ちなみにここ落ちると、マリオカート史上一番長い時間落ちるんですよ。いや、だからリスクを伴うけど、ハイリスク、ハイリターンなショートだったんです。無理なんで。無理じゃない。ネガティブな発言いらない、うちのチームには。はい、やばい、はい、できる、やれる。皆さん一回スタートからやり直すをして、仕上げいきましょうか。はい、一回ちょっとタイム測りましょうよ。確かに。やべ、ちょっと待って、早くなったか。悔しい、時間足りねえ。ちょっとね、まあ1時間でこのコースをマスターするのもね、なかなか無理難題ではあるんで。いつでもスタートから行きます。じゃあ最初ね、喋りながらとかもいいんじゃない。確かに、リラックスだから。普段友達とゲームしてるような感覚で、どうしてもこの、なんか別に今誰かと勝負してるわけじゃないんだよ、自分と向き合ってるだけなんだよ。いいよ、ジャンプアクション2回。いいよ、綺麗、はい。で、3回の集中はね、リラックスして、素晴らしい、できてます、完璧、素晴らしい。で、
ってる。3回行った。ああそう。でまあ3回ね。3回でここで行き過ぎ。そこじゃない。こっちの先違い。なるほど。今で軌道修正して軌道修正してはい。つまついてはい。あでも8秒早くやってほら。あんだけ汚いのに8秒早く。あんだけ汚いのに。最後だからもうショートカットがあんだけ最後汚いのに8秒入る。ちょっと待ってちょっと待って、キッズさん、あんなに汚いのに。おい、うるさいな。クリアしないだろ。素敵、できてる。2連続できてる。素晴らしい。2回でいいよ。3回から行ったらすごい。うまい。で、軌道修正しながら、ここ無理だ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。17秒早くなって17秒見てよ。でも2分、2分10秒ちょっと無理そうだな。うまい。そう、最後完璧で、まっすぐ。はい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 。うお、すっげーじゃん俺。24秒早くなりました。えぐ。最初、俺最初何だった。2分35。ちょっと待ってください、俺行かしてください。楽しく行ってください。タイム1回出さないといけないんで。ゴチャできる、絶対できる。いや、俺余裕よ。いや、そうよ。見ちゃったもん、結構。あの崖越えの前は集中するのではなくてリラックスする。そうですね。それが重要。肩の力を抜いて気楽に滑りだよ、滑るかのように。そこマジでうまいな。そうですよ、崖越え。今、キロボつかも迷いました。確かに。左をね、ちょっと入れ忘れてるね。そんな行くしかない。よし、左のドリフトね、入れてたらもうできてない。左のドリフト逆の右。え、僕も教えましたね、これ右側行くからね。なんで左から行きたいの。コーチくん、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 一回一回一回入れして一回、遅くなってるよ、コーチくん。コーチくん、遅くなってる。やばい。もうやりはしないっすよ、コーチくん。もうやりはしないっす、コーチくん。ラスト。いや、もう関係ない。ちょっと待って、いけるいける。コブの取り扱いがちょっとこっち苦手なんだ。そう、俺コブ苦手なんですよ。1、来た。 OK。 うわ、うまい。素敵。遅い、跳ねちゃうんだよね。ちょ遅いんだよね。跳ねちゃうんだよな、そこで。そのまま行くしかない、こっち行こう。右からね。いいよ、うまい。うまっ。ほら、これでちょっと落ちたにもかかわらずほぼ同タイム。すっげえ成長してない。コーチくん、やばいよ、コーチくん。あ、コーチくん。コーチくん、コーチくん、やばいよ。コーチくん全部適当になるの。コーチくんやばいよ。コーチくん集中。1、2、3、すごいところで3回目出してる。コーチくん、まあ、できる。右から落ちないでね。右から行ってね。何なんだろうこれ。コーチくん、こっちだ。振りじゃないからね、こっち。コーチくん、普通に走って、コーチくん。オッケーゴールしてたんだ。右側からここを抜ける。はい、いいよ。で、ここをスルー。ドリフトしながら、解除して、ここで乗る。コーチくん。コーチくんのタイム、2分47秒12秒遅くなりました。やばいやばい。いや、いいよ。素晴らしいね。いや、これはだから習得段階、今覚えようとしてる段階なんで、まあそういうこともあるってことで。じゃあ慎太郎くん、はい、で勝負に臨みましょう。わかりました。高音に乗ります。はい、リラックスして、リラックスします。自分を信じて。はい、自分を信じていけるということで頑張ります。さあ、ということで、運命の時間がやってまいりました。やばい、ドキドキする。さあ、僕たちのライバル、森本慎太郎さん、来ていただきました。あ、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと余裕があります、なんかやっぱ、チャンピオンが。いやいや、でも、なんでちゃんとサングラスしてんの。形から入ろう。そう、やっぱ形から。あ、大事だね。サワ e スポーツ部に入ったから。e スポーツチーム。え、どうする。もう慎太郎のアップとかもういらないよ。ちょっとアップしたいよ。いや、なしでしょ。うわ、確かに、ね、本当に。だってチャンピオンでしょ。もう一応ね、ゲーミングライフの中では暫定チャンピオンではあるけど。でしょ。でも
やっぱ外寒いしさ。でかじかんでかじかんで凍っちゃってるから、まあ、任せられるから。逆になんか慎太郎くん一回走ってみてもらって、二人のちょっとリアクション見てみたいな。でも一回だけ、一回慎太郎タイムアタックで、ね、いや、どん今一人でとして、いや俺のそのなんだろう、成功率で言うと30%ぐらいかな。なるほどね。いやまずこの乗り物からだよね。まず何を選ぶかだね。いや俺はもうヨッシー。あ、やっぱこの前と一緒だ。やっぱ一番そうね。なんか重量級ね。え？クマライドのスキーやってる気分になってる。ボード蹴っちゃってるもん。え、なんかそのタイヤ何？スカイローラー。あ、いいじゃん。で、紙飛行機。あー、まあ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 いいぜ、いいぜ。なるほどね。白ヨッシーで、白ヨッシー溶け込んでるね、景色。確かに、あ、ちゃんとスタンダッシュするんだな。あ、もうそこインコースから入って、あー、うまい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 。やっぱここはね、やっぱジャンプアップしないんだよ。うるせぇ、うるせぇ、めっちゃうるせぇ。はいはいはい、おー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 、はい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 、あ、そこ、そっちにね。はいはいはい、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 あ、お、はい、え、でもしっかり決めてくる。あ、まあ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 、あお、まあ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 まなるほどね。はいはいはい。48秒。めっちゃ緊張するじゃん。いや。ついに誰も何も言わない。ついに誰も何も喋らなくなっちまったよ。はいはいはい。あー！あ、お、膨らんだね、ちょっとね。あ、でもいけるんだ。簡単の声なのに。すごい、3ポイント。あう、もう、まあ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 、はい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 、くそ、なるほどね。まあ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 、タイム比較は最後にね。まあまあまあ、はいはいはい、なるほどね。1回目はこんな感じでちょっと失敗はしつつだけども、じゃあどうし、やろう、やろうか。じゃあえ、みんなカート何なんだろう、カートとキャラ。まあ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 ね、まあまあまあ、まずしずえ、しずえじゃない、チャンピオン。アイテム口数多いっすよ。黙って走ってくださいよ、チャンピオン。やべえ、待って、めっちゃ緊張してきた。え、何みんなカート。よし、戦車ゴールドだったんだよね。さあ集中、さあ集中で頑張って。ピーチか。ちなみに中村くんと高知くんはだからもうこう慎太郎をボコせばいいから、お互いは攻撃者だ。おい、マジかよ。おい、いいぞいいぞ、画面つく。さあ、お互い広く出た。お、これで最初ショートカットできるね、高知くん。中村いいよ、入りいいよ、悪くないんじゃん。いいよ、早くね。いいよ、みんな緊張してるよ。チャンピオン緊張してるよ、俺完全に。チャンピオン、え、行ったの、みんな、チャンピオン、みんな行ったの、よし頑張れ、みんな、チャンピオン動揺してる、みんな行ってんじゃん。行け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 、ある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 、やべ、ミスった、ごめんなさい。コーチくん、ごめんなさい。中村くんいいよ、中村くん1位、みんな行ってんじゃん。いいよ、よし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 、いいよ。おい、そこにバナナ置くなよ。違う、だって相手丸なんだもん。防御持っといた方がいいから。んじゃん、防御持っといた方がいいから、ね、確かに確かに。汗使っていいよ、もう中村くん。あ、いいよいいよ。カイト早いね。やばい、緊張してきた。キラーつくチート使ってる人がいる。ズルしてる人が一人いる。どこで解除されるか大事。使っていいよ、それも。はい、落ち着いて。いや、ここは一回一応、すいません。あ、冷静、それ冷静さいいよ。おっと、やっぱグランダか。やっばい、大丈夫だよ、アイテムだからみんな、アイテムだからね、最後まで諦めずね、集中だよ。ちょっと青コーラ、青コーラ、青コーラ来い、青コーラ来い、
でも青コーラ来てもキノコめっちゃ持ってんだよ。中村くん、中村くん、スノーボードしなくていいんだよ。マイク。テンパってる、テンパってる。さあ、あとはもう本当に公式にかかってる。任せてください。あ、キラ強っ。使っちゃう、すぐ使っちゃう。いけ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 、爆運だ。運がすごいぞ。高知くん運がやばい。なんかこっちの道習ってないって。あ、やばいやばいやばい、頑張った頑張った。おちょちょちょ、あるある、頑張った頑張った。一回こっち行きます、ごめんなさい。いいよ、見えてるよ、慎太郎の背中見えてるよ。キラも背中キュン。いや、まだです、すいません。まだ、そこが一番よくでしょ。かぶっちゃってるじゃん、ダッシュバント。頑張れ、あ、ほら、うわ、緑。いや、惜しかったな。あぶねえ。いやー、可能性あったけどな。さあ、てか、まさかの中丸くん負けてんですね。お前、何だよ。マジか、いや、まあ、まあ、でもまずね、一勝はチャンピオン。いや、よかったよかった、頑張ったけどよかったよ。ちょっと待って、いや、待って、マジで悔しい。あの2個目のジャンプ台をチキったのがマジで範囲、これ。いや、マジダサい、これ。まずチャンピオン一勝ね。よかった。4試、じゃあ4試合行かしてください、ちょっと。やばい、間違えた、間違えた、間違えた。同じコースで。え、いいえ。あ、待って、ピーチだよね。間違えた。これ間違えた。ちょっと待ってください。あ、グループ受けた。通信エラー発生しちゃった。もう、だから動揺しすぎだって。動揺しすぎだって。もっとリラックスしてよ。テンパっちゃって、もう。さあ、運命大レース。で、ここ。スタート。同じ、ミースタートですね、このシーン。アイテム取って、こっちからアイテム、全員しっかりアイテム取って全員キノコを、このキノコショートカットも持っていきたい。熾烈争いが始まっている。いいよ、皆さんもう本当にマリオカート普段やってる人の動きだって。こっちこっち持っていけばいいよ。さあ、森本慎太郎は赤コロ1で持ったまま逃げていく。さあ、うまくいくか、どうだ、グッ、危ないんじゃないこれ、どうだ。お二人とも行ってる、いいよ。全員いってるんじゃない、全員いってるんじゃない。そう、こっちくんやっぱり左に座れるんだよ。座れます。中村くん、いや、これ失敗した、これ失敗した。大丈夫だよ、大丈夫だよ、そんな差はなんてないから。後ろつけていってるよ。バナー置いて、あのゴール引けるか、来い、いけ、投げろ投げろ。これスターっていつ使えるの。全部全部投げてた。スターって使えるか。スターはこの後アイテム交換で、これ使えば、いいぞ、いけいけいけ、そう、いけいける。まさかの味方を引いてこと。さあ、コーチくん暴れて、コーチくん、ちょっと一回やめます。一回やめた。さあ、膨らみすぎた。慎太郎くんも決して綺麗ではないけど、崖越えうまくいって、どうだ。おっと、強いでも、いや、もうどんどん投げよう、コーチくん。あ、じゃあ全部投げちゃいけない。それゆっくり投げないと。コーチくん、それコーチくん、ゆっくり投げたらもう今。じゃあ、アイテム、アイテムの使い方習ってないもん。あ、でも食らってる食らってる食らってる。コーチくん、ゆっくり落ち着いて。はい。連打しないもん。あ、じゃあ、もういいよ、もういいよ、もう。頑張れ、お前たち。頑張れ、もう。いけ。アイテム取って。あ、ミスってるよ、チャンスチャンスチャンス、落ち着いて、中村くん、こっちくん落ち着いて、こっちくん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 、落ち着いてよ、こっちくん、こっちくん、落ち着いて、この人たち足を引っ張り出してる。やばい、中村くん追いつける、まだ。あー、危ない。さあ、次負けたらもう負けが確定します。やばい、危ない。ちょっとさ、お互いぶつけ合っちゃったら、違う、最初にぶつけてきたのコーチくんだって。どのライブより緊張するもんね。本当に。うん、1スタートだ。チルチルチル。さあ、もう無言です。全員無言です。さあ、コーチ回でも取れなかったけど、ここが毎回ね、1位いっちゃうかな。わーっと、これ、最悪ですね、容赦ない。森本慎太郎、防御がないね、防御がない相手にもう即悪化、即投げだったよ。さあ、これ一旦差はキープできてるものの、さあ、中村君はリカバリしていきたい。全然まだ追いつけるだろ、普通に決めれば。いいですよ、うまいよ、うまいよ。あー、超えた、俺飛びすぎてやべ。中村君うまいよ、きゃー。もう一個使っていいよ、いいよ、うまい。
うまい。で、キノコ1個使って、いいよ。バイシールでもいい。カーブでも1個使ってもいいんじゃない？全然うまくいかない。いいよ、早いよ。大丈夫、まだアイテムが追いつけるよ。さあ、赤コーラ来るんじゃない？これ結構。お、強い。どんどんガッ、もう、あ、ちょっと抑えて、一旦抑えて。で、すごいぞ、綺麗に。で、ここからまずギュッと使います。いいよ、いいよ、アイテム取れてるよ。こっちで、ここ1個使ってリカバリーして、さあ、慎太郎くんは果たしてうまくいくのか、どうだどうだ、それ危ないんじゃないそれ。これはいったよ。ほら。おぉ。中野くん、できてんだよね、みんな。いげえ。すごい、すごい。あ、ミスった。あ、ミスった。まだだよ。うわ、一気に前まで連れてもらって、10ゲームに前まで連れてもらったが、慎太郎くんとの差は歴然。そういうことなんですね。やはりチャンピオン強いか、これは。いやー、コーチ君、ここで青コーラ、青コーラ。これだけ逃げてればもう余裕だよ。いや、めちゃめちゃ逃げられてる。何なんだろう。うわ、サンダーサンダー降らして、さあ、これは慎太郎君、アイテムコーダーから赤コーラ引けば結構ワンチャンあるぞ。ダブルヘッド取りたい。いいよ、赤コーラ来い、投げろ。いいぞ、これ、これ結構嫌じゃない、これ、これ結構嫌だよ。落ちた、落ちた、落ち着いて、中野くんあるよ。キロ1個使って、そこ乗り上げちゃいけない。なんで中村くん、手つき悪い。惜しい。もう、今勝ってたやん。そして、まさかの上がってきた、コウチくん。よし、コウチくんがまさかの上がってきて。いや、全然今の審議、審議、待って、俺今、マジでちょっとマリオカート協会に審議したい。なんで？いやいやいや、今のは絶対にコートが行ってなかった。うわ、悔しい。ということで、チャンピオンは強かったという。よーし、え、絶対勝てたじゃん、今。勝てる。ガチで悔しそう。ガチで悔しそう。いや、でもこれはね、慎太郎くんがちゃんとこのコースをね、やってる、やってきましたね。それにスキル、ちょっと一回アイテムなしでやってみて。エキシビオン、ちょっと一回だけ本当にアイテムなしでやってみたい。勝てたじゃん、だって最後。え、みんなタイムどんくらいだったんだろう。あ、見せます。おお、最初か、そんな縮まったの。コーチ伸びちゃった。いや、俺ね、だから言っちゃえば、あの、技を失敗しまくったのよ。うん、あそこの技を。崖越え？そう、崖越えを。めっちゃかかったぞ。100回は走ったんじゃない？ 100? マジで？練習量でまず上回ってる。やばいよ。いや、今回アイテムなしだからね、みんな。いや、ほんとに。ちょっと、集中。コーチ君も中野君頑張ってほしいわ。しっかりだから、あそこで。あ、あれ？何やってんだよ。いいよ、いいよ、いいよ。今のとこさ、ミニで行くのかさ、ジャンピングアクションするのかみたいな。そう、いや、でもそこ、あ、危ない、いけいけ、コインもないね。オッケーオッケーオッケー。あ、コインもないんだ。あ、いけ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 。よし、集中。2、3、いやー、止め、いけいけ。よし、え、公式めっちゃ上手くない？いけいけー、よし、え、公式めっちゃ上手くない？いいぞいいぞ、いけ、オッケー、こうやって、え、嘘でしょ、これ右側でしょ、行く、あ、あ、ちょっとミスったけど、まあ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 、公式何急に、いやいやいや、でも全然全然集中、待って、慎太郎どこ後ろね、ドキドキする、え、なんか公式どうちょっと待って、え、普通なんか、え、中村全然置いてかれてるもん。おい、カイト、お前がアイテムなしって言ってたから頑張れよ。ちょっと待って、やべやべ、ダメ、もう緊張して、もう喋れない。やべ、俺今さあ、2回しかできなかった。まあ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 、ここ3回で集中。1、2、3、やべ、ドリフトで前向いて、ケツ振る、オッケー、いけ、よしよし、うますぎだろ、いいぞいいぞ、いけ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 、勝てるぞ。あー、右に行く、落ちくむ、オッケーオッケーオッケー、覚醒してんじゃん、オッケー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 。で、これ右行って、え、なになに、コインがないと何個目か分かんなくなるんだよ。でも、まあまあまあ、まあ、あ、4枚目のコインのやつ、そう、おい、おい、知ってた、そう、知ってる、そんなことを、1、2、3、あ、まあ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 、いけ、ガロー、ケツ、ゆっくり、ここ、あ、よし、いい、よし、いってるいってる、よし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 、いい、よし、いけ、右右右右、オッケー、いいよ、勝ったんちゃん、え、これ、ああ。
え、これコーチの勝ちじゃん。ガチ。いやありがとうございます。え、うわ、タイム覚醒してる。コーチ今めっちゃ速かったんじゃない。やばい、だってぶっちぎってんじゃん。あの1ミスぐらい。お、抜かせそう。俺全ミス。あれ、いやでもよかった、すごかった。アイテムないとできんのかな。あ、そうかもね。いや、めっちゃよかった。ありがとうございます。初めて負けんの。初めて。いや、初めてですよ。初勝利じゃん。ありがとうございます。え、練習の回ある。わー、気持ちめっちゃ早いやん、こっち1回戦だけだけど、敵は取れたね。いや、確かに、ね、実質勝ちだから、ね、いやいや、やっぱそうね、勝ってたから。でも全然悔しくねえや、なんか上達っぷりがすごすぎる。いや、嬉しいわ。はい、ということで最後勝ったのは澤さんでした。ありがとうございました。どういうこと、どういうこと。あの、僕プレイしてないです。なんだよ。なんだよ。いいやつすぎやん。めっちゃ素直でさ、俺好感度上がりすぎたわ今。マジそうだったの。俺がやってた。なんだよ。サワさんの何にもないコントローラーで。やばいやばいやばい、だって左の画面ずっとなんか動いてるもん。俺のこっち側で。見えてないけど、ずっとなんかうちうちこう動いてるもん。そうだったのか。最初間違えてたのを押しちゃって、俺も合流しちゃってたらこっちが押してたから。そういうことで。なんだよ。慎太郎に勝ちたいという。あのね、俺裏で話してて、うん、最悪このロー交換しようかな。ポクロ手、ポクロ手を使って。いやだから今日始動ってことで、これ連動企画いけるね、なんか。ちょっとね、何回かね、ちょっと本当にまた別のコースでリベンジ。いや、リベンジマジでコーチ練習禁止ねえもん。なんで新しいコースやるな。昔の46コースで遊べ。新規ダメだね。48コース。新規はダメだね。うん、新規ダメです。いや、ほんと、サワさんありがとうございました。ありがとうございました。あの、新コースもあの、昔のコースもいっぱい遊びましょう。はい、やりましょう。お願いします。僕もちょっと練習します。はい、さあ、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録のお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バー